ではこれから自然言語処理のための機械学習第3回と題しまして丸山が発表させていただきます。で今日も前回と同様のクラスタリングのところ で今日はこの下の2つを主に話していきたいと思います。でちょっとこの下の2つに入る前にちょっと前回の話をちょっとおさらいしておくと、最初にこの凝集型クラスタリングっていうのをやって、で、まあ、最も近いものをどんどんくっつけていって、で、まあ、ある高さある、まあ、数になった時に止めるっていうのがこの方法で、で、まあ、疑似コードを表すとこんな感じになっていて、まあ、最初に、まあ、一つのクラスターに一つの事例を割り当てて、で、まあ、最も近いやつをくっつけていって、それを繰り返していって、まあ、停止条件のところで止める。で、このここのアーグマックスの部分の決める方法で、まあ、なんかいろいろありましたよっていう話でした。で、もう一個がこの K 平均法っていうやつで、でその最初に、まあ、ランダムに代表ベクトルを決めて、そこから、まあ、いい感じになるように調整していって収束したら、まあ、終了っていうのがこの方法で、で、まあ、疑似コードとしては、まあ、こういう形で、まあ、同じ説明になってしまうんですけど、この、まあ、無作為に決めて、で、まあ、近いやつにどんどん、その近い代表ベクトルに入れていって、それを繰り返すっていうようなものでした。で今回は、まあ、この2つを取り上げていきます。で最初にこの混合正規分布によるクラスタリングを説明していきます。で最初にちょっとイメージをつかんでもらいたくて、でこの K 平均法っていうのをちょっと発展させたやつがその混合正規分布によるクラスタリングってやつで、で例えばこの代表ベクトルがこういうふうに青とオレンジで分かれていて、なんかこのちょうどなんか境界のところに微妙なやつがいて、でもこのわずかな違いによってその青の方に割り振られてしまっていて、でこういう状況もなんか考慮しておきたいということで、でなんかこう確率的にこっち側にはまあ何パー寄与して、こっち側には何パー寄与するみたいなのを考えていきます。でまあ、イメージとしては最終的なゴールはこういう感じで、その代表ベクトルからこう広がりを持っていって、まあ、それぞれの代表ベクトル広がり確率的なこう広がりを持っているっていうの でこの分布を表しているのがこの丸 でこの分布がまあ正規分布なんで、正規分布っていうのがまあ主な話で、なんでこの丸の範囲だけじゃなくて、こう何て言うんですか、広がりを持って全体にこう寄与しているっていうような感じです。でその確率の話をする前にちょっと、まあ、復習でみんな知ってると思うんですけど、このベイズの定理っていうのがあって、まあ細かいことは多分、まあ、説明は飛ばして、でまあ結果に対してのこの結果があって、この原因の確率は、まあ、事後確率って言って、で、まあ、普通に原因の時の確率を事前確率って言います。でこのさっきの確率的に、事例ベクトルを分けるっていうのは、要するにこのクラスターの事後確率を求めるっていうことで、これはどういうことかっていうと、そのある事例がそのあるクラスターに属する確率がこれです。でこれを考えるときに、まあ、これを求めたいんですけど、でこれを考えるときにこの仮定として、まあ、この事例ベクトルがあるクラスター、あるクラスターに属するその事例ベクトルっていうものが正規分布 で、まあ、分散は知ってて、まあ、こういう式で与えられているっていうような感じです。でその仮定に基づいて、まあ、求めていくと、
そのクラスターの事後確率っていうのが、まあ、こういう式で表されます。でその事例ベクトルの発生確率っていうのは、このここが正規分布なんで、まあ、いろんな正規分布によが合わさってとその正規確率が作られているということで、これがまあ混合正規分布っていう呼ばれているものです。でそのクラスターベクトルをその確率的に分けることで、ちょっと経平均化法とは異なって、また代表ベクトルの計算っていうのもちょっと変わってきます。で経平均法っていうのは、その事例ベクトル、そのあるクラスターに属する事例ベクトルのまあ平均を取っていました。で書き換えるとまあこんな感じになります。で今後正規分布では、そのそれぞれの事例ベクトルにそのクラスターに属する確率の重みをつけてやって計算しています。まあ、違うのはまあ ここですね。確率的に重みが確率的な重み付けがされているということだけです。でまとめる、その混合正規分布によるクラスタリングをまとめるとこんな感じで表されます。でとまあ流れはほとんど経平均法と同じで、この最初にその属する、さっき説明したあの属する確率っていうのを求めてやって、でまあ今説明したこの代表ベクトルという位置を計算して、それを繰り返していくっていうだけです。で次にこの EM アルゴリズムっていうのを説明していきます。でこの EM アルゴリズムっていうのが混合正規分布によるクラスタリングの、をまあ含んでいるというか、こいつが基本的な枠組みになっています。でその今の話をする前にちょっと最優推定っていうのを知っておいてもらいたくて、で言葉の定義をちょっとこれからしていきます。でこの IID ってやつが独立に同一の確率分布に従うっていうもので、でこれどういうことかっていうと、この確率変数 X のサンプルデータの生成確率が、まあ、こういうふうに表されるっていうことを保証しているものです。まあまあそのままですね、積で表されているんで。でこの式で表されるのを誘導って言います。でちょっとこの誘導っていうもののイメージをつかんでもらうために、なんか例題がを考えます。今コインが2枚あって、まあ、その表を出す確率がまあそれぞれバラバラであると。でなんかどっちか一方だけを投げて、で結果がこの表裏表表でどっちのコインをまあ投げたと考えるのが妥当かなっていう話で、でまあ確率、そのさっきの誘導の式そのまま入れてやって、でコイン1の方がまあ誘導が高いので、コイン1を投げたと考えるのがもっともらしいかなっていうのが、まあこれがまあ誘導っていう考え方です。でその最優推定っていうのは、その文字そのままなんですけど、誘導が最大となるように、なんかあるモデルのパラメータを決定していくという方法です。でこの積の形っていうのがすごい扱いづらくて、なので、まあ、対数を取ってやって、この和の形に変えて、これはまあ対数誘導って言って、これを最大化するっていうことを考えていきます。でまたちょっとイメージをつかんでもらうために例題なんですけど、そのポアソン分布から生成されたまあデータ、あるデータがあって、でこの時にそのポアソン分布のパラメータを決定、最優推定を用いて決めます。で、そのさっきの対数誘導の式そのままで、まあ、微分取ってやれば、このパラメータっていうものが求めてやって、でこれはどういうことかっていうと、このデータが出て
このデータが出てくるようなポアソン分布っていうその枠組みの中で、まあ、このデータっていうのが最も出てくるようにフィッティングしてやったモデルのパラメータっていうのがこれっていうことですね。で、その EM アルゴリズムの具体的な説明をしていきます。で、その EM アルゴリズムっていうのはその混合正規分布によるクラスタリングのまあ一般的な枠組みであるので、ちょっとこの混合正規分布っていう話からちょっと広げていきます。で、この混合正規分布によるクラスタリングでの代表ベクトルの計算っていうのは、まあ、さっきの対数誘導最優推定の考え方を使えば、まあ、これを最大化することでそのモデルのパラメータ、代表ベクトルがまあ決定できるですけど、まあ、実際にそのどういうふうにクラスターができるのかっていうのは未知ですね。で、そこで、今分かっているのはこの直前の状態っていうのは分かっているので、それを使って、確率的な重み付けをしてやって、こういう、まあ、その対数誘導に重み付けをしてやったこの Q 関数っていうのを考えてやります。で、この Q 関数っていうのを使えば、あとはそのままで最初にそのベクトルがまあクラスターに属するっていう確率を求めてやって、でその Q関数に基づいてそれを最大化するようなまあモデルのパラメータを選んでやって、それを繰り返し更新していくことでまあクラスタリングするっていうような流れです。で、今日の内容です。以上で終わります。